ストーリーイベントとフリーイベントが発生してるみたいだな。そやな、そしたらまあストーリーイベント行きますかね。ストーリーでよし。行列をかけ分けて人気ナンバーワンの焼きたてプリンパン、焼きたてプリンパンをゲットしたぞ。せっかくやし7つに食わしてやるか。お、優しいやん主人公。7つ喜べ、プリンパン買ってきたで。俺のおごりやから食え。え、寝てるやん。食欲ない。あ、寝てるんちゃうんか。あ、どうした。なんだと、ブリーチブリーチ寝た。はあ、夏バテかな。早く涼しくなんないかな。あんなに夏好きって言ってたのに。おい、日が出なが食欲ないって言ってるぞ。しかも涼しくなれってね。この世の終わりじゃ。ベンチが来ますぞ。水泳部の常夏爆食娘がプリンパンを拒まれるとは。視聴者みたいなのがいますね。どうしたん、七つ。誰が常夏爆食娘だ。誰が。嘘やないやろ。あれ。嵐が来ればいいのに。雨降るやんけ。落ち込むなって。またクロールと平泳ぎ結論出してないのか。どうせ私は優柔不断ですよだ。いじけてるやん。まあそらそうやんな。でずっとクロール頑張ってきてやってて、急に平泳ぎやれって言われたらね、そら悩むやろ。そらそうやんな。あの最後の枯葉が落ちたら私は死ぬんだ。美女と野獣のバラみたいにね。生い茂る夏の青葉は、青葉のどこに枯葉が。冷たい王子様のせいで真夏のマーメイドは海の泡になって消えるんだ。俺のこと王子様って言ってる。ルールール。冷たいってね、リアルでも言われるんですよね。リアルでもキスケくん冷たいねみたいな言われる。わ、道島来た。新規臭くていけねえ。なんとかしろ。なんとかしろって言われても。分かってるけど、あんな落ち込むの初めてなんやって。なんかあんだろ。なんか。プリンパンか。元気になる特効薬がよ。え？特効薬？プリンパンが効かんかってんぞ。それ以上って。あ、何？思いついたか。何何？なあ、七つ、そんな悩んでもダメやって。こういう時は気晴らしにどっか行くのがいいぞ。どこ？水族館行く？おお、来た。来た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 。水族館どう？お前ずっと行きたかったんやろ？お、目覚めた。行く、絶対行く。ペンギンだぞ、ペンギンに会えるんだぞ。単純やな。あちか。見たことないんだからね。え、その年でペンギン見たことないの？マジで？最近の子はもう2歳で見るでしょ、ペンギンなんて。じゃあ今度の日曜の13時に出発ね。うん、やったー、ペンギン、ペンギン。結構遅めやね、13時集合って。11時ぐらいに集合して12時ぐらいに昼飯食ってみたいな感じで。うわー、楽しみー。やっとお前らしくなったな。7つ復活。ペンギンで復活するのか。なったところで、うん、ちょうだい。あ、プリンパン。焼きたてプリンパン。お腹減った。やれやれ、常夏爆食娘復活か。常夏爆食娘言うな。やべ、久々のグリグリカウント来るんじゃん。はは。あ、ないんか。なかったら、なかったらね、なんかちょっと寂しいな。癖になっちまってんだ、グリグリよ。こうして七つをデートに誘った。七つはこれデートって思ってくれてんのかな。やれやれ。お、嫁の世話はちゃんとやっとけってんで。
それをさ、七つに聞こえるように言ってくれよ。あ、俺にも聞こえてない。俺にすら聞こえてなかった。堂島なんか言ったか？なんでもねえ。あ、そう。フリーイベントが発生してるぞ。じゃあフリーイベント行きますか。屋上行きましょう。ガンガン進むやんけ。んー、あと1時間で今日の授業も終わりか。疲れたな。フェンス際にいるのって七つでしょ。はあ、何し、ん、なんだ、な、あ、びっくりした。なんか飲んでんのかなと思ったら、パンですね。パンや。オレンジジュース飲んでんのかなと思った。ジャンボジャムコッペパン食いながら考え事とは七つらしいよな。そっとしといた方がいいの？なんか喋れや。そしたらね、好感度が上がってそうなんで、寄り道の下校デートの場所増えてるかもしれないんで、ちょっと下校デート行こう。でマジカルパワー寝たら復活すんねんけど、さすがに 90% はいけるやろ。マジスロットで 90% 外れたら発狂大パンですよ。行ってみよう。おるやろ。よし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 。7つ。あ、なんかちょっと元気なくない？大丈夫？今帰るとこ、うん、そうだけど。一緒に帰ろう。一緒に帰るか、うん、いいぞ、行こっか。行こう。このカット毎回なんなんやろな。なんか新しいとこ増えとったんやな。今日はどこ寄ってく？あ、もう寄っていくのが当たり前的な感じになってますね。さあどうだ。あ、増えてる。たっか、なにこれ、水着。嘘でしょ、水着着てくれんの。98,000、約10倍。マジかよ。バイトしときゃよかった。こんな一気にかかんのか。まあ、とりあえずアミューズメントスペース行くか、この時期に。ねえ、画面越しのこちら側は今ゲーセンなんて言ったらもう炎上もんでしょうね。ちょっとゲーセン行こう。ダンスゲームしようか。ダンスゲームとか俺やったことないな。アミューズメントスペースはどう？あ、いいね、元気出そう。行こっか。ね、一緒にゲーセンだなんて久しぶりだな。この毎度のごとくキラキラフィルターがかかってますね。久しぶりやね。最近はどんなの流行ってんの？まあ、最近はフォートナイトとか、まあエーペックスレジェンドとか、まあ、バトルロワイヤル系が流行ってるんじゃない今は。 VR 時代やな。ちょっと古いな。ゲーセンに VR ってあんの？全然知らんな。あそこにはねえって。都市部かテーマパークへ行かないと。テーマパーク行きたいね。だよな。 VR ってゲーム機でも遊べるんだろ？持ってる？あのね、プレイステーションの VR はね、5万ぐらいするからさ、買えないのよ。すごく高いのよ。そう、しかもものすごくソフトが少ない。少ないね。そうなん？それじゃあ流行るわけなくない？なんでそうなんって言ったん？なんで関西弁いきなり出したん？あれか、関西弁が映るっていう、あれ、あの東京人が関西に来て関西弁映るわみたいな、舐めた関西弁使う、それか。まだまだこれからってとこや。ついたか。お、やってんね。なんか体動かすのがいいな。まあじゃあダンスゲームでしょ。体感ゲーム、ダンスゲームなんかどうや。それよりさ、俺あれやりたいわ。なんかカプセル状のさ、なんかガンダムみたいな。あるでしょ、なんか1回500円ぐらいのあれやりたい。あ、いいね、やりたい。楽しそう。楽しそうよね。あの曲ある？ダンス部が体育館で
よく歌って踊ってる曲。あ、まあ、最近の人気の曲って言ったら、まあ、あれですか、プリテンダーとかですか、ヒゲダン、もしくはあれですか、キングヌーとかですか。マジカルユミナ、マジカルユミナ、ユミナと言ったらってやつ。え、バーチャルユーチューバーってあんの、この、え、どういうことこれ、バーチャルユーチューバーって言ってるやん、なんで。へえ、 VTuber 俺全く興味ない、ごめんなさい、キズナアイしか知らんわ、うん、よろしくね。はい、よろしく。じゃあミュージックスタート。え、マジかよ、あ、いい、もうこの角度から撮っとったらさ、7つ画面見えへんやろ、めちゃくちゃノリノリやんけ、すごくね、なんか良くない、写真撮るのが絶望的に下手。なんかちょうどいいところで撮れない、あ、いい。ギャンハマりしとるやんけ、このゲームに。はい、むちゃくちゃ長いな、大丈夫か。長いな、いや、98,000円ためよう、アルバイトしよう。やっぱ競泳水着ばっかりやったらさ、視聴者もあれでしょ、飽きてくるでしょ、だからちょっとね、そろそろプライベート用の水着を見ないと。そういう海イベントとかないのこれって、それとも何あれか、東京とか長野とか奈良県とかそういう感じで山に囲まれてる感じ、山っていうか周りに梅毛ない感じか。やるな、キレのいいダンスやったぞ。これ楽しいね。そういえばさ、中澤ロミでしたっけ、なんかすっきりしちゃった、長野学園アイドルみたいな、あの子ダンスうまいって言ってましたよね。まあ、来ないですけどね、一緒には。あんたも踊りなよ。俺ほどのスコアは出ないと思うけど。いや、まあ俺恥ずかしいからいいよ。俺ガチでこういうこと言いそう。太鼓の達人やろうぜ、それよりコントローラーで。はほた。うまいうまい。こうして7つと一緒にダンスゲームを楽しんだと。いいね。日賀寺7つが恋愛レベル6になるには休日デートの発生が必要です。これも日曜日にさ、水族館行くって約束したから OK よね。あ、休日デートと恋愛レベルに関して、休日デートが終わるまで女の子の恋愛レベルは5のままです。その間好感度が下がらないように。え、好感度って下がるの、何したら。わかんねえ、とりあえずラウンジ行こう。わからんし、あ、誰もおらんのか、じゃねえよ。校庭で体育だ。校庭で体育、オッケー。じゃあ体操服見に行きますか。ただ好感度がね、もうこれ以上上がらんみたいやから、まあ、とりあえず喋るか。え、なんで、あそこにいるのはクリスタ、 90% 外してんけど、最悪、無視で。中学生はちょっとね、犯罪になっちゃうから、まあ、また今度でいいっしょ、頼むで。フリーイベントが発生してるぞ。フリーイベント行こう。図書室、図書室なんか似合わんね、行こう。たまには参考書でも、写真ばっか撮って、成績落ちてるからな。むちゃくちゃ撮るやん。あ、何してんの、何してんの。寝てんの、もしかして。むちゃくちゃ器用やんけ。充電中トロフィー、起きろって。立ったまま、器用なやつやね。参考書が悪いんだ。
勉強しようと開いた瞬間に眠気がダメダメやんけ。お前が勉強とは珍しいな。やだな、私だってたまには勉強するって。うーん、赤点だけは避けるようにしてるんだぞ。天変地異が起きるね。自慢にならん自慢やな。そういうあんたもまさか勉強か。もちろん。まあな。じゃあ一緒にやる。まあそうやね。うん、やろう。その方がはかどりそうやし。やったー、よーし、ちゃんと参考書選ぶぞ。あ、でも勉強するんや。え、嘘やろマジで言うてんの。伸びたかお前。だから寝んなって。腹パンすんで。な、やばいやばい、何この本、催眠術でも書いてあんのもっと簡単な参考書にしとけって。こうして7つと一緒に勉強した。ほんまにしたんかこれ。プールで水泳だ。プールで水泳。まあじゃあプール行きますか。 90% 外すねんけど。マジカルパワー使うか。じゃあこれさ、好感度下がるって書いてあってんけどさ、全カウントリトルアップ。どうやったら下がんねやろ。ドキドキさせすぎたりとか、そういう感じなんかな。マジカルエンカウント。あ、7つ、声かけよう。何やってんの。あ、ちょっと話そう。うんうん、もちろんいいぞ。何話す。あ、やっぱ会話変わってるわ。これが好感度5ってやつね。左上がね、もうほぼマックスなんだよな。だからちょっとラッキーを狙っていきたいっちゃ狙っていきたいんやけど、ラッキー使うとさ、ハートが爆発しちゃうんやって褒めよう。7つのいいとこって、ありがとう、嬉しい。会話がもうない会話がもうない。なるほど。じゃあこれからかって黄色使ってみるか。男って実は、はいはい、あんた見てればわかるって。会話がもうない。会話ないね。ちょっとこれ好感度上げなあかんのちゃう。でこの右上のハート見る限り、この手をつなぐってしたら確実に爆発するんやけど、手つなごう。思い切って手をギュッ。もう照れちゃうって。マジでよし、はい、爆発分かっとったけどさ。恥ずかしくて。はい。バカーバカー、あんたバカー。これで好感度下がったりせえへんよね。恥ずかしい話や行動しすぎたか。しょうがない。7つ、ちょっとバイトさせてくれなんでかは聞かんといてくれ。ちょっとバイトや。ちょい飲みいかがっすか。ビールと揚げ物セットで30円引き。そらちょっと魅力的やな。そこに置いてあるグラビア雑誌の付録のポスター、返本する前に見なよ。マジで。際どい競泳水着でかなりエッチぜまた視聴者みたいなやつが来た。なんだって。俺裏で作業してっから、忙しくなったら呼んでくれる。オッケー。はい。店長かよ、しかもお前かなりエッチか。気になるね。おい、これ7つ来るんちゃうの。客もおらんし、ちょっとだけ。あら、おお、これはなんてハイグレだ。しかも胸がでかい。8記念ばかりだ。まあ、でかけりゃいいってもんじゃねえやろ。あ、隠したやべ、七瀬ちゃん、こんなの見せられたら返本する前に買いたくなるじゃないか。そんな店長の罠にはまるほど俺は甘くな。やべえ、あ完全にバレましたね。7つ。そんな、
て、しかも競泳水着の、しかもお前より巨乳ときた。これは偏本のチェックなんやって。偏本のチェック？うん。その割にはじーっと見てたけど、やっぱねえ不備がないか。それは、巨乳はいいんだ。やべ、気にしてる。大きな胸がいいんだ。その顔好きやけどね、俺。別にそういうわけじゃ。じゃあ小さい方がいいの？ない方がいいの？まあ、俺どっちでもいけるわ。俺どっちでもいけるわ。悪いけど。マジかよ。初めての選択肢なんやけど。いや、大きい方がは絶対にない。7つに合わせとく？誰が小さいやって言われそうじゃない？小さい胸最高。嘘だ。ほんまほんま。絶対大きい方がいいんだ。いやいや、俺7つぐがいいと思うよ。大きな胸、抵抗大きくてタイム出ないんだからな。バカ。出た。タイムは出なくていいと思うけどね。あ、好感度上がった。ラッキー。ラッキー。さあ、お金は1万3000か。マジで9万8000は遠すぎるわ。じゃあまあ土曜日、まあ明日が確かデートですよね。13時にデートなんで、バイトでしょ。バイト行こう。全部おごってあげよう。あ、なんかおるやん。いらっしゃいませ。チーズアメリカンドッグいかがですか？揚げたてですよ。クリスター、こいつよう食んねんけど。朝おはよう、多分カットしてると思うけど。朝おはようもこいつ率めちゃくちゃ高い。クリスタ、バイトですか？バイト、そうですね。暇やし小遣い稼ぎやで。けど日給8000円は小遣いって言わんやろ。大金やぞ。そうなんですか。はい。もっとも写真部に入ってからはそれなりにやることあるし、写真にバイトに大忙しやけどね。何笑っとんねん。学校休みやのに、なんで制服？お前は私服見たかったのに。よく学校を取りに行ってるんです。あー、なるほど。人気のない校舎って独特の雰囲気がありますから。へえ、なんかわかる。とりあえず話合わしょ。それ、なんか買い物？ソーダが飲みたくなって。はいはいはい。暑いからね。夏は炭酸やね。このチーズドッグを揚げたてやけど。そうですね。じゃあ選んできます。はい。僕スプライトとかジンジャーエール派ですからね。あら、上がっちゃった。チャリーン。8000円。いや違うわ、6000円か。はい、ということで待ちに待ったデートの日。ちょっと待って、選択肢あるんじゃんこれ。あ、7つだ、よかった。一緒に、ん？一緒に水族館だ、遊園地だ。どういうこと？え、水族館やろ？まだかな。結構。水族館。ちょっとなんか、あー、私服がタイプじゃない。制服の方が可愛いな、7つ。お待たせ。ギャルやん。俺ギャルあんま好きじゃないんだよな。遅い。2分遅刻。すまん。そんな厳密な。私なんか15分前には来てたんだから。マジで？ってことは17分間待ってたってこと？やべえな。いつも遅刻ギリギリのくせに。それぐらい待ちきれないの。さ、行こう。シャムみたいなグラサンかけやがって。何？どうした？どうしたんだよ。ああ、私服見てんのか。露出度多いな。お前の私服ってそんな見たことないから。え？そうかもな。うん。どうだよ。まあ個性的やな。個性的やな。
個性的だと思う、すごい。いや似合ってるよ、可愛いでしょ。この2択やったら可愛い。可愛いって。ありがとう。いやいや。すごく嬉しい。あ、そう。さあ行こう。ペンギン待ってるぞ。行こう。アヒルみたいな。そういえば。ガラティか。しかもセンスのない方のガラティやな。ねえ、よく考えたら、二人で遊園地へ行くのって初めてじゃない？遊園地に水族館があるってこと？どういうことなんやろ、これ。合併してるってこと？そやな。これは水族館のみならず、ジェットコースターからフリーフォールまでフルコースで楽しまなくっちゃ。まあそういうことか。じゃあみんなと行ったって楽しむやろ。それはそうだけど全然違うよ、デートってことか。だって絶対隣の席に座れるんだぞ。なるほど、楽しみの度合いが違うって。まあな、そっか。なんかすげえ楽しんでくれて誘ってよかったな。あ、遊園地いいね、こういうザ遊園地。早速遊園地、あ、違う、水族館行くんやろ。もちろん、ジェットコースターはあとあと。ほら、あっちだよ、早く早く行こう。急がなくてもペンギンは逃げへんぞ。逃げなくても早く会いたいの。なるほど、へそ出しやもんな。すごい、ものすごい角度で走ってた。この通路が一番の売りらしいぞ。にしては空いてるね。日曜でしょ今日。日曜でこの通路が一番の売り、ましてや遊園地と水族館が合併している、そんな大きな水族館で4人か。これはすごいよ、まるでお魚さんになったみたい。この辺りはサンゴ礁、サンゴ礁ですよね、これ。サンゴ礁の生態系を再現してるらしいな。へえ、詳しいね。なんで？僕ね、結構惹かれる可能性があるんですけど、実は調理師免許持ってて、僕調理師免許を持ってて、そのね、これまで付き合った女の子と、まあ、水族館行くことあるじゃないですか。あの魚は結構簡単にさばけそうやなみたいなこと言っちゃうんだよな。あれぐらいの魚やったら俺20秒あれば3枚におろせるよみたいなことを言っちゃうんだよな。下調べしたんだよ、公式サイトで。うわ、豆なやつ、一回。お前のためにやったんやぞ。うん、分かってる、ありがとう。どういたしまして。やばい、かわいい。私服の力ではないと思う。お目当てのペンギンはもっと奥や。心の準備をしろ。いい笑顔。広い水槽やと全力で泳げるんだよ。そうなんだ、あれがペンギンの全力か。小さいのにすごい速いよね。私はペンギンとは違うよ、あんなに速く泳げない。俺には同じに見えるけどな。ああ、そういうことか。おめえペンギンみてえに腹ポテ出てるよなみたいな言うかと思った。あっぷんな。お前もペンギンも泳ぐの楽しそうだよ、それでいいんちゃう？うん、そうだね。私も楽しく泳ぎたい。そうよ、何事も楽しむのが一番よね。それがお前らしいよ。
気がする。こうして一緒にペンギンを見た。遊園地パートないの？よし、ジェットコースター、ジェットコースター、乗りますか。おう、見せてや。おいいですね、がっつり遊んだね。むちゃくちゃ遊ぶやん。ひー、めっちゃ遊ぶやん、すご。疲れた。水族館の後のアトラクション全部回るとか、お前の体力は底なしか。フルコースって言ったろ、せっかく来たんだから乗らなきゃ損だって。まあね、晩飯は？それはそうやけど。それにまだ終わった気になるのは早いぞ。何？一つ乗ってないのあるんだから。観覧車？ほら行くよ、早く早く。観覧車じゃん。どうする、コーヒーカップとかだったら。あ、オッケーオッケーオッケー。見て見て、街の明かりがキラキラしてる。あ、動かへん。なんで？観覧車に乗りたがるなんて意外だったよ。まあ観覧車でしょうね。ああ、私だってロマンチックなアトラクションが好きなんだからね。あなたと一緒なら。ん？7つチューしろ。今日は本当にありがとうね。いいよ、すっごく楽しかった。俺もよ。あなたのおかげで私決めたよ。何？ん？フリーで頑張る。フリーってどっち？あのおじさん、水泳のことわからんから、クロールか平泳ぎかどっちかで言ってくれないとわからない。たとえ表彰台に届かなくても。あ、クロールね。過去の私の記録に届かなくても、はい、いいか。ひとかきひとかき思いを込めて泳いでいく。うん、ペンギンみたく楽しんで泳ぐよ。そやな、頑張れ。そんなお前はそんなお前を俺は精一杯取って応援するよ。うん、よろしくね。あのな、ん？何言おうとしての主人公、この流れで俺には全く想像がつかへんねんけど。あ、写真の話なんや。写真撮ってて思うんやけど、撮れば撮るほど上手くなるんやけど、なんていうか上手くならない時もあって、でもその後すっごくいいって思える写真が撮れたりするんよ。お前は誰より泳いでる。今は力を貯めてる時期じゃないか。お前なら絶対に過去のタイムを超えられる。お前自身の膨大ラインを超えていける。頑張れ。ほの字やんけ。あなたの言葉を胸に私頑張る。ない胸にな。頑張りすぎて赤点のボーダーラインは超えんなよ。そっちもな。はは。付き合えよ。こうして7つと1日を過ごした。